魔帝ボイドダークによる全魔界消滅の危機。この有史以来最大規模の魔界戦争が瞬く間に燃え広がり、そして一夜のうちに幕を閉じたという事実に、後世の歴史家たちは頭を悩ませることになる。ある者には勝者なき戦争、ある者には英雄なき、我らロストの領地に攻め、どこの魔界の連中かは知っ、セラフィーム様、こん、なんですって。イワシ一匹で20時間労働の契約でしょ。こんな過酷な戦いにイワシ一匹じゃ、わ、そもそも俺たちだけであの魔帝ボイド、自ら、ちょっとそこのあなた、見ての通り、千年を生きたロードドラゴンの胸肉と たった一人で見つけましたわ。第1話、復讐のプレリュード。ちょっと、もうキリア様、一体どれほど歩いて、この不毛な活血魔界、これでは足がコカトリス、セラフィーヌ様は一方たり、おだま、休みたければ好きなだけや、キリア様ったらひどい、お前が勝手についてき、違いますわ、キリ、むちゃくちゃな理屈だな。うわな、ほら、この程度の攻撃もか、これ以上無理をすれば、ま、このゲートは私がプライベート、さあプリニーたち、おほほほほほほ、すべての男、活躍っす。
みません。負けないから。ローゼンクイーン紹介へようこそ。怪我を治しましょう。ご案内するっす。ミニ魔界の俺はこんなところで。あら、戦闘中にのあれはそのなんだ。キリアさん、このミニ魔界はいわば念のために言っておくが、そうは参りませんわ。キリア様と私、運命の赤い糸っつうより赤く血に染まった首輪ってか。キリア様は私のもの。嫌だと言ったら。
キリア。断る。あれ？たとえ魔王であろうとも。さっきから。ブリニーたちが入手した情報に。あら。バカ者、相手の正体も確かめずに。ごめん遊ばせ。どうせ私より身分の低い雑魚でしょうから。とりあ、誰が雑魚だ。我らはこのか、お前たちのような不審人物を。貴族？大方ロストの。オホホホホホホ。あなた方の、あなた方も悪魔の端くれでしょ。まあ野党風情が。何を言っているんだ。はい。俺にはやらなければならないことがある。基礎だけは教えてやる。まさか。嫌なら今す。今まで散々銃を振る。おい、いつまで喋っているつもり。相手はやる気満々のよ。もも、速攻で蹴りをつけるぞ。私のしもべですわ。ひれ伏しなさい。行きます。行くぞ。お命ちょうだいっす。砕けろ。それ。えっ。しまった。そこ。さあ、しまった。行くぜよ。変身。
戻ったら飯を作ろう。お怪我を治しましょう。スカウトするか？行きます。行くよ。はい。バイ。よいしょ。ちゃんと働けよ。いらっしゃいませ。Thank you.